はい、それでは今日は独立について勉強していきましょう。独立っていうのはね、この遺伝子が別々の染色体である状態のことを指します。で、これどういうことかっていうと、細胞があります。で、この中には核があって染色体があるわけなんだけど、今この染色体を表しますが、例えば A っていう遺伝子に着目する場合、でこれには、上染色体が2セットずつあって、まあ、今回対立遺伝子としてスモール A を用意します。で、もう1個の遺伝子を B とします。で、これにも当然上染色体があって、今回対立遺伝子スモール B を用意する。2つ目 A という遺伝子、 B という遺伝子、2つについてみたときに、このそれぞれの遺伝子が別々の染色体に乗っかっていますよ。この状態のことを独立の状態っていうふうに言います。で、今回は、2N イコール4本、1、2、3、4、4本ですね。この状態ですね。で、この状態からじゃあ、精子や卵、配偶子を作るときにどうなるのかっていうところまで、しっかり寄っていきましょう。まず最初になんですが、これ原数分裂によって配偶子を作られるわけなんだけども、まず最初にやることっていうのは DNA の複製ですよね。ここが2倍になる。DNA の情報が2倍になる。これいいですよね。で、 B も一緒。はい、2倍になるですね。で、こいつらが今度は、対合するわけですね。覚えてますか？で、今度は対合して両方 A ですよ。で、こっちはスモール A。で、それぞれが別々の細胞の中に入っていくんですけれども、まず最初ね、このペアでいきましょうか。はい、この状態とこの状態で、はい、分かれました。で、さらにこれ第一分裂ですね。この段階で N っていうのは、半分になりますね。で、さらにこれが細胞がさらに4分割されて、ここね、複製された DNA が剥がれていきます。こうですね。で、合計4つの、配偶子ができるという状態になります。で、今回は、この状態で分かれていったんだけども、でも別にこれは分かれる時っていうのはランダムであって、例えばラージ A とラージ B が今回2つに分かれていったけど、こういうこともありますよね。ラージ A とスモール B が入って、はい、分裂した。スモール A とラージ B が入る。で、これがさらに原数分裂によってラージ A が入ったものとスモール B が入ったもの、A が汚いですね。で、スモール A が入ったものとラージ B が入ったもの、こういう分かれ方も当然ありますよね。ってなったら、独立の場合の配偶子っていうのは、配偶子ね、これはいらないか、配偶子はラージ A ラージ B 対ラージ A スモール B 対スモール A ラージ B 対スモール A スモール B、 これどっちになるかはランダム50-50なんだから、全部これは1:1:1:1の割合で出てくるっていう、これをね、しっかり押さえておいてほしいんですね。きちんと原数分裂の図を書けるようにした上で、この独立の状態で単一遺伝子が含まれているもの、これが原数分裂して配偶子を作ると1:1:1:1の割合で出てくるんだっていう、これね、独立のこの状態きちんと、押さえるようにしておいてください。